こんばんは。 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問は、歯と歯の間の隙間が少ない場合はインプラントはできないかという質問にお答えします。歯と歯の間、ある程度やはり隙間がないとインプラントはすることができないと思います。またインプラントが打てないほど小さい隙間でしたら、とコンポジットレジン、白い詰め物などで両隣の歯を作ってあげれば、形を整えてあげれば、見た目も機能もしっかりと、回復できるので、わざわざそこにその細い隙間にインプラントをする必要はないのではないかと考えられます。インプラントも細いものもあり、もちろん太いものもありますが、細いものに関しては下の前歯などに使うインプラント、専用のインプラントなどもありますので、もしも不安だったり心配だったりすることがあれば何でも聞いてください。お電話お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。